おはようございます。おはようございます。今回はパンチ佐藤さんを迎えして、はい、現役当時はっ、恋だっていうビビった投手についてお話を聞いていきたいと思います。はい、お願いします。はい、お願いします。こっちがびっくりしましたね。はい、いきなりなんかどうしたのかな。で早速、はい、パンチさんがビビった投手、うん、誰かいらっしゃいますか？正統派のビビったというのはやっぱり村田兆治さんでしょうね。はい、今話してる通りプロ初打席が村田兆治さんだったから、うん、当然ビビるっていうか痺れるというかさ、はい、星ヒューマが燃えてるとこう炎が出るわけ。あります、はい、本当に炎が出てたからね。本当に、うん、それで大体だったらさ、はい、あ、君が新人の佐藤君かと、俺の球は打てっこないよ、うん、っていうような迫力じゃなくて打てるわけがないっていう日なのよ。そういう感じで正統派のビビったっていうかさ、しびれたっていうのは村田兆治さんかな。うん、でまた本当にビビったのは渡辺久信だね。はあ、何がビビったかっていうとコントロールが悪いんだよ。ああ、そうなんだ。普通さ、こう来てさ、構えて後ろでやればったから、こうや、こうや、こうやだったらいいよ。届くんだから、後ろに。あれはやっぱりね、怖いね。一球一球に帽子が落ちるのよ。あ、聞いたことありません。そうですよね。帽子が落ちるっていうことはさ、こうやってシュッと投げてないってことでしょ。シュッ。はっってやれば落ちるわけでしょ。だから、キャッチャーミットも見てねえんじゃないかな。通算成績とかは、対戦成績とかは覚えてないね。打ったっていう記憶もなければね、フォアボールかな。あ、笑っちゃうんだよ、もうヤジでさ、はい、まあ一球一球ね、まあ、帽子めんどくせえだろってゴム紐つけとけや、赤信号みたいなっていうヤジをやってたの。ところがさ、途中帽子が落ちなくなってきたんだよね。回数少なってたんだ。気にするようになってきちゃったんだよ。そうだった。なめちゃん、もういいよな。だからあれと思ったら落ちなくなってきた時にね、調子が落ちてきちゃったな。そういうことか。これはカットしなくてもいいか。そうですね、うん、笑っていきなりの時ちょっと面白いですね。これちょっとまたビビったと話はそれるんだけど、はい、ボールっていうのがさ、まあ、共通だね、大きさが、はい、ただ小さく見える時と大きく見えるピッチャーってある？分からない。ああ、まあそうですね、そういう感覚はあったかもしれないですね、うん、なんかゴーってきたりとか。そう、はい、あの漫画で言うと、はいはいはい、ゴーってきたり、ありますね、シューってきたり、はい、ピューってきたりという、ここもちゃんにその辺も分かってほしいんだけどな。じゃあバレーボールやってて、はい、調子いい時っていうのはさ、はい、コートが広く見えるとかさ、あ、見えます、ね、調子悪い時はこう間が狭く見えるとかって、はいはいはい、その辺分かるよね。分かります、分かります。じゃあさ、アタックによってさ、大きく見える小さく見えるってある？重いボールの人とか、うん、速い人はちょっと大きく見えたりします。あ、でしょ、はい、それと同じなんだ。あー、よかった、あー、よかった。共感だね。ほら、2人だけで盛り上がってほしい。そうですね、あのね、この素人の方もいるし、はい、はい、そうですね。そういう意味で言うとね、村田兆治、はい、はい、ノム、はい、渡辺久信、はい、やってみた、川本ってロッテにいたんだ。あー、これさ、球速い人っすね。この辺がね、ゴーッと大きく見えたね。あの、バスケットボールぐらい見えるよ。だから、ビビリっていうのはあるんだけど、でも、はい、当たりそうな気がする、バットに言います、はい、そうですよね。ただ、僕は苦手だったのは小さく見えるピッチャー、これが頭ない気がする。西崎っていうピッチャーがいて、そんなに速くはないんだけども、うん、初球がさ、ゴルフボールぐらい見える。はいって言ってさ、うわ、ちっちゃく見えんなぁ、西崎よって思うわけ。はい、体ちっちゃく見えんなぁ。ツーストライクね、ピッ、セーフ、パチンコ玉ぐらい見えるわけ。はぁ、さらに、決め球のストレート、ジンタンに見えたね。ジンタンって知らないか。ジンタン知らないね。ジンタンって何ですか。もうジンタン、これ一番ウケるとこだったんだけどね。すいません。だ、本当にね、はい、っていう感じだったね。打ちづらかったね。はいはいはい。それとちょっと言い忘れたんだけどね、スミさんも怖かった。ジャイアンツのエースでさ、うん、晩年は左バッターキラーって横から投げるんだけど、はいはいはい、当時はさ、ジャイアンツが日本ハムに行ったらさ、捨てられたようなさ、イメージだったからさ、うん、あの頃の日本ハムのスミさんはなんかもう人生投げやりになってたからさ、だからマウンドでもなんか適当なんだよ、なんか。でさ、ピンチヒッターに行くとさ、日本ハム
ピッチャー変わってスミとか言うとうわーっと思うわけ。あでもスミさんの対決はね1打席だけしかなかったんじゃないかな。はあはあ、当てられちゃ嫌だからもう逃げる用意をしながら振らなかった1球。あ、はあ、後から知ったんだけどスミさんもあの時なんか投げやりになってたからさマンションに帰らずに車の中で寝てたなんていう自分で言ってたよ。まあ、そういうのはマウンドからなんか出てるのなんかっていうのはやったらねあれジャムなんかよみたいなパッと立つと怖いじゃない。こういうことやってたらさ使ってもらえなくなっちゃうよ、うんうん、ベンチとしてはパンチデッドボールでも当たってでも塁に出ろって感じがさ、ね、こういうことやってるわけで心の中でさいつでも逃げるようできてるよボールねえあそこにあるさ、はいはい、なおかつこんなことしながら心の中でさこうなわけボール思うわけ振らなかったねあストライクツーストライクボールボールだね怖かったね。うわやっぱ怖いピッチャーこれさまたさ誰かに聞いてみて、はい、やっぱりコントロール悪いピッチャーって怖いんじゃないかな、うんうん、確かに痛いっすもんね公式は痛いよ石が出るのも石だからそうそうそう多分それがプロの速さで、うん、そう、ね、それが顔から下ならまだいいよ確かにこの辺に来るんだもん確かにさ最近もさこれ何これここまでやる必要ないじゃん多分あの松坂さんが秋山さんに当てちゃった時やったじゃないですか、うん、あそれから始まったの多分そうだと思いますいやみんなこれじゃんそう今もうみんなこれですねやめてよこれ昔の人ってのこれ耳なしだから、うんうん、これついてると音が聞こえないってあそれこそシューだとかブーだとか、はいはい、だからいらないっていうのはね昔の人は逃げ方がうまかった昔ほど当てろだったでしょで昔の人ってのこうやって構えてて、うん、すぐこうやってたもんあはいはい、こうやってそういう意味で言うと、はいはい、じゃないよこうやって逃げるのうまかったね今の選手ほどこんなのついてるから逃げ方が下手なのよそうそうですねあもううまい逃げ方知ってるいやー逃げこうっすか違うなんだろう高校までやってて逃げ方うんどうだろう違うよ回転するんだよあこっちですねそうああああ清原さんがよかった、うん、清原君は止まってたからバチンと当たってたああああ福ちゃんのバレーボール時代っていうのはさ、はい、先生にぶたれたりそういう時代もないないですねないですないか福永、はい、の時代はさしょっちゅうぶたれてる時代だったから、はい、そのぶたれ慣れてないやつに限って止めてるのよそんでバチンって 100% 来るわけはいはいはい、はいぶたれ慣れるとうまい具合で外すんだよいなすというかそうそのと一緒でやっぱりパンってこうやると確かに逃げれるそう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 ただ渡辺さんこと鷲見さんは怖かったねロモさんとの対戦はどうでしたか、うんうん、ロモの場合はね、はい、社会人時代は新日鉄坂井と熊谷で、はい、1試合だけ対戦して3打数1安打かなんかだったんじゃないかな、うん、プロ入ったら打てなくなったねここまちゃんに例えるとすごいスパイク叩く人にはさ、はい、こうでいいけどさ、強かったらこうやってやるよね。それと一緒で、はい、バッティングも普通はコーンって打つんだけど、はい、力強い重い球が来ると普通だったらこれでパーンっていいよ、うん、でも重いピッチャーのところがパツンとこうなるわけよ、はいはい、ブロックと一緒よ、はいはいはい、弾かれちゃうようなもんだね。高校の時はこれでいいけど例えばじゃあ初めて高校時代ブラジルの選手とやった時ってこんなの弾かれちゃうからね、うんパッてやるのと一緒で、普通こうやって打ってたのが、ノモなんかになるとやっぱりこうやって打ってたもんね。卓球のスマッシュじゃないけど。されないように。うん。それを意識してこうやって、こうやってこれでちょうどいいからだったもんね。こう打ったら全部ゴロとかになる。なるでしょ、うん、だからそこが難しいところで、これじゃあ弾かれちゃう。そうですね。これで打てるピッチャー。このぐらいでちょうどいいっていうのがあるんだよ。みんなこうじゃないよ、ノモなんか特に。こうやって打ってたね。イメージですよ ね, すよね、うん、ちょっと後半はマニアックな話こういう日もあっていいよ、まあ、そうですね技術系ですね当時はこのイラブ投手ですね、うん、すごかったっていうふうに聞いたんですけれども、うん、どうでしたか真っ直ぐが速い、はい、フォークボールが消える打てないよねここよそれじゃプロでやっていけないよ、うんうん、ベンチでずっとイラブの球を見てると、はい、ダーン打てねえなカカン打てねえなただカウントを取りに来るカーブっていうのは、うん、これは打てるぞと今日カーブを狙い打ちすればいいんだよね、はい、狙い打ちするには癖っていうのが出るんだよ、うん、例えばおもちゃんが、まあ、彼氏がいるのかいないのか知らないけど、まあ、過去にいたような話だけどさ例えばさ嘘をついたらさすぐ笑うタイプとかさ、はいはい、昨日私の電話出ないで
誰かといたでしょ、いないよって嘘ついちゃうからすぐバレちゃうとか、あと怒るとかさ、昨日なんで電話出なかったの、なんだ信用しないのかとかって怒るタイプとか、あと黙っちゃうタイプとか、何やってたのよとはさ、フィッていうのが必ずね、ここ一番出るんだね、はいはいはい、真っ直ぐの時、カーブの時、フォークボールの時っていう癖を見抜いてね、バッターボックスに立ってたね、だからその癖を見て、これはあんまり言いたくないんだけどな、イージーパイだから言っちゃう、そうっすね、真っ直ぐ投げる時はね、ベルトより上にあるのよ、ああ、はいはい、で、カーブだと下にある、でフォークボールだとこうモゴモゴするんだよ、こうやって、それをこうベンチでずっと見てて、カーブの時にこう狙い撃ちしたと。もうちょっと細かい話は魂の講演会でこの騒動が収まり、そっかそっか、全国を回る時にね今日サービスだよ、ありがとうございますということで、今回はもう対戦してみてビビった投手について聞いていきました。このパンチさんの話が面白かったよっていう方はぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。はい、お願いします。他にもこういう話を聞きたいなっていうのがあったらぜひコメント欄に書いてください。はい、お願いします。パンチ佐藤さん、本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。